ナゲットと共に楽しむ物語、ナンバーアンダーライン愛の CM メイキングの舞台裏。チキンマックナゲットを手にするたびに、我々は単なる食事以上の何かを楽しんでいる。それは、誰もが知るマックの魔法である。そして、その魔法の一部として、ナンバーアンダーライン愛の CM メイキングが公開された。このメイキング映像は、 多くのファンに喜びと驚きをもたらし、さらには、ナゲットを食べたくなる、というシンプルな願望を強烈に刺激している。この記事では、そのメイキング映像の舞台裏に焦点を当て、どのようにしてこのキャンペーンが成功を収めたのかを掘り下げる。まずは、ナンバーアンダーラインアイについて少し紹介しよう。 彼らは今や若者から大人まで幅広い層に支持されているアイドルグループで、個々のメンバーの個性とグループとしての魅力が絶妙に融合している。彼らの楽曲はもちろんのこと、独自のキャラクターと笑顔がファンの心をつかんで話さない。CM メイキング映像が公開された時、ファンの反応は圧倒的だった。Twitter や Instagram では、 以下のようなコメントが飛び交った。メイキングの騎士くんが可愛すぎて悶絶しております。メイキング映像ありがとうございます。夜ご飯はナゲット買おうかな。とうとうあと6日ですねナゲットを買うだけじゃなく、ポスターの貼ってある店舗まで見に行ったり、いっぱい楽しませてもらいました。ファンたちは、ナンバーアンダーライン愛の魅力とナゲットの魅力を同時に楽しむことができるこの CM に、 大興奮している。そして、この熱狂的な反応が、キャンペーンの成功を物語っている。CM メイキングの映像は、単なる広告の裏側を見るだけでなく、ナンバーアンダーラインアイのメンバーの素顔に触れる貴重な機会を提供している。彼らの自然体の姿は、ファンにとってはかけがえのないものであり、それがまた、ナゲットを食べたい。 という感情を強くする要因にもなっている。例えば、撮影中にメンバー同士が見せる微笑みましいやりとりや、ナゲットを手にしてのリアクションが映像の中で生き生きと描かれている。撮影の合間にメンバーがナゲットを楽しむ様子は、まるで家族や友人と過ごす時間のようで、見る者に親近感を抱かせる。このメイキング映像を制作するために、 スタッフたちの努力も欠かせない。照明やカメラの位置、メンバーの配置など、細部にまでこだわり抜いて作り上げられた映像は、一見すると自然体に見えるが、その背後には計算された演出が隠されている。ナゲットがこれほどまでに愛される理由は、そのシンプルな美味しさと食べやすさにある。しかし、それだけではない。ナゲットは、 友人や家族と共有する楽しさを象徴している。どの世代にとっても、ナゲットは特別な瞬間を共有するためのパーフェクトなフードなのだ。ナゲットが人気であり続ける一方で、その栄養価や健康面についての議論も絶えない。ヘルシーな食生活を追求する人々にとって、ナゲットは決して最適な選択肢ではないかもしれない。しかし、 適度な楽しみとしてのナゲットの位置づけは多くの人にとって魅力的だ。近年、マクドナルドはナゲットのバリエーションを増やし、より多くの顧客のニーズに依頼ようとしている。スパイシーバージョンや特別なソースの導入など、ナゲットの魅力をさらに引き立てる工夫が凝らされている。ナンバーアンダーライン愛とマクドナルドのコラボレーションは、 デジタル時代における広告戦略の成功例と言える。SNS を活用したプロモーションは瞬く間に拡散し多くの人々にリーチすることができる。このキャンペーンの成功はまさにデジタルマーケティングの力を証明している。ファンたちが SNS 上でメイキング映像をシェアし感想を投稿することで自然と話題が広がっていく。 このユーザー生成コンテンツは企業側が直接発信する広告よりも信頼性が高く消費者に強い影響を与えるデジタルキャンペーンの成功にはデータ分析も重要な役割を果たしているどのコンテンツが最も多くのエンゲージメントを生み出しているのかどの時間帯に投稿すれば効果的かなど詳細なデータをもとに戦略を練ることで より効果的なプロモーションが可能になる。筆者自身もこのキャンペーンに触発されて、久しぶりにナゲットを楽しんだ一人である。子供の頃、家族でマクドナルドに行くのが楽しみだったあの頃を思い出しながら、ナゲットを口に運ぶと、懐かしい味が広がった。その瞬間、ナゲットはただの食べ物ではなく、思い出を呼び起こす触媒のように感じられた。 ナンバーアンダーラインアイの CM メイキング映像は、ナゲットを通じて人々に楽しさと幸せを届けることに成功している。そして、このキャンペーンは、デジタル時代における新しい広告戦略の可能性を示している。今後も、ナゲットがどのように進化し、私たちの日常にどんな新しい楽しみをもたらしてくれるのか、楽しみでならない。 さて、ナゲットとナンバーアンダーラインアイのコラボレーションは非常に成功しましたが、今後他の可能性についても考えてみましょう。例えば、他の人気アーティストやインフルエンサーとのコラボレーションも効果的かもしれません。また、季節ごとの特別メニューや地域限定のフレーバーを導入することで、さらに多くの顧客を引きつけることができるでしょう。さらに、 ナゲットの人気は世界中で広がっているため、国際的なトレンドとの融合も一向の価値があります。例えば、韓国の人気フードであるチキンと融合した新しいフレーバーや、タイのスパイシーなソースを取り入れたナゲットなど、異文化の影響を取り入れることで、新鮮な驚きを提供できるでしょう。近年、消費者はサステナビリティや健康への配慮を重視する傾向が強まっています。 マクドナルドがナゲットの原材料を見直し、より健康的で環境に優しい選択肢を提供することは、ブランドイメージの向上にもつながります。例えば、オーガニック食材や植物ベースのナゲットを導入することで、健康志向の消費者にもアピールできます。今回のキャンペーンの成功の鍵は、単なる商品プロモーションを超えて、 ストーリーテリングを通じてブランドへの共感を生み出した点にあります。ナンバーアンダーライン愛のメンバーとナゲットという2つの異なる要素をうまく組み合わせ、ファンに感情的なつながりを提供することができました。今後もこのアプローチを続け、消費者との深い関係を築いていくことが重要です。さらに AR、拡張現実や VR、仮想現実、 などの新しい技術を活用して消費者にさらに魅力的な体験を提供することも考えられます。例えば AR を使ってナゲットの新しいフレーバーを試してみるバーチャル試食会や VR でナンバーアンダーラインアイと一緒に CM 撮影の裏側を体験できるイベントなど新しい体験を提供することで消費者の興味を引き続き引きつけることができます。最後に 消費者コミュニティの力を活用することも重要です。消費者からのフィードバックを積極的に取り入れ、新しいアイデアや改善点を反映させることで、ブランドへの忠誠心を高めることができます。例えば、ナゲットの新しいフレーバーを開発する際に、ファンからのアイデアを募集するキャンペーンを実施するなど、消費者との双方向のコミュニケーションを強化することが考えられます。 最後に、読者の皆さんに問いかけたい。あなたにとって、ナゲットはどんな存在ですかまた、ナンバーアンダーラインイのようなアイドルグループとのコラボレーションが、どのようにあなたの購買意欲に影響を与えると思いますかぜひ、あなたの意見を聞かせてください。あなたのコメントをお待ちしています。